先ほどあの動画撮っていてですね、もう少しっていうところでバッテリーが切れちゃいまして、まあちょっと補足を兼ねてですね、これ撮ってます。今ここに撮っている3つの瓶ですけど、これは全てまあランなんですけどね、まあこの瓶、それからこの瓶、これはまあ不入りの瓶です。まあ自分で作ったやつのメリクロンなんですけどね、こちらはベニシウスランです。でこっちはミヤマウズラなんですけど、まあこっちは青軸のまあ祖神のですね、白福林あるいは中助になったもの、こちらはミヤマウズラのですね、青軸祖神のまあ中助ですね、純白中助になります。まあこのようにしてランはですね、もう前からこういうものを作っていて、まあそうですね、三十数年こういうことをやってきているんですけど、こちら側の大きいのはですね、観覧になります。観覧のまあ大夫っていうまあ祖神の後輩になるんですけど、まあこれは結構もう大きくなって瓶から出して鉢に植えてもいいような状態になってますけど、まあこういうようなまあランに関して、あるいはまあラン以外の植物などについて、まあさっき途中になっちゃいましたけど5000本近い瓶があるんですね。まあそれに対してまだ多肉の瓶っていうのは去年からですから50本ぐらいということで、まあ5000本対50、まあつまり100対1っていう割合ですね。まあそういうこともあってですね、まだその多肉植物の何がどう自分にとっていいのかっていうのはまだ結論は出ないんですけど、ただまあどうせ多肉植物をやってみるんだったらばただ集めるだけっていうんじゃなくて、交配して先に進められるようなまあそういうものとしてやっていったら、まあいずれは楽しくなるんじゃないかなということで、まあ多肉植物のたくさんの毒のある中でですね、エケベリア、ハオルシア、アドロミスクス、それからクノフィツム、ガッセリア、まあ全部で、まあ、6か7つぐらいの属についてですね、交配してみたいと思うような、まあそういうものを集めたり、したんですけど、まあこれを専門にやってる人がこういう動画をご覧になって、なんだこんなもんかっていうのは、まあもちろんわかりますけど、ただまあ皆さんが交配するような考え方とは多分違ってます。まあというのは、その多肉植物にこだわりっていうのはないので、例えばハオルシアの属の中にいろんなタイプの形があるっていうのはだんだん分かってきたんですけど、まあこの前の動画でも言ったように私自身がですね、釘を叩いた時に失敗してこう曲がったような、こういう形っていうのは全然その自分としては好きな形じゃないですね。まあそのハオルシアが生き残るためにこんな形になったんだろうっていう予想はしますけど、ただ自分としてみればまあそういうものの好みはないんだってことですね。ただまあそれらをやってる人たちがなんでそれをそんなに追い求めるのか、まあ実際に自分で手にしてみないとわからないからあるっていう感じですね。まあただ好きとか嫌いとかではなくてですね、まあ交配してないものを作るとか、あるいはまあ商売として考えた時にそういうものを欲しがる人がいるんだとすれば作っておかなきゃなんないっていうことかもしれませんね。ただ自分はこれで商売するとかっていうつもりはなくて、まあ石崎さん、あるいは石崎さんの娘さんがですね、多肉植物をこれからやっていくっていうことで、まあそういう
まあ、いずれはお店とかを作る際に、まあ、娘さんが羽織車が好きだって言うんで、まあそれだったら少しいたずらしてみようか、そんなとこですかね。あとはさっき瓶で取りましたように、まあ斑入りの植物はずっと作ってきたんで、まあ大体その斑入りを作るのは考え方は同じはずなんで、自分的にはまあ後輩に使えそうな、まあそんなものを集めてきたんですけど、まあどの辺まで集めればいいかっていうのを考えた時に、まあとりあえずはこのぐらいからスタートすればいいやと、まあそんな気持ちです。まあですから一級品ができるかどうか、そんなのはやってみないと分かりませんけど、ただまあどうせ自分が遊ぶんだったらば自分の好きなものでとりあえずはやっていきたい、そんなところですね。まあそれなんで、こういうものを毎日見ているんですけど、何がいいのかとかそういうのはまだ本当にわからない状態で見てますけど、まあそのうち何か面白さに気づくんかなっていうところもあるんですね。で、まあ今年は少しハオルシアが交配できるように花も咲いてきたんで、この後ですね、交配してまあ実がなれば種を瓶に巻いて、まあどのぐらいで大きくなるか、まあ大体未生して1年で親株になるっていうのはもう分かってるんですね。弟子がそういうふうにやってますから。まあそれなんで実際に自分もそれを確認するっていう形になるかなとは思います。で、あとはですね、まあどうせやるなら自分がこんなの作りたいっていうイメージをまあいくつか持ってましてですね、それをまあこの後ちょっと説明しようかなと思っています。まあとりあえず、まあ、卵とこの多肉との割合でいうと100対1ぐらいが、まあ、現状っていうことですね。